皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブギブの時間が参りました。パーソナリティの伊藤直也と申します。ありがとうございます。宜野湾北谷は、もう、暑い盛りから梅雨に差し掛かる時期でなるかと思うんですが、そういった、曇り空を吹き飛ばすぐらいの今日、とっても暑い方をお呼びしております。はい。以前ですね、別の番組で、金曜日ですかね、コンビニラジオで、出たこともあるんですが、今日、改めて、私の番組にも来ていただいて、熱い気持ちを語っていただきたいと思います。JDC の山中さんになります。山中さん、今日はありがとうございます。はい。本日は お誘いいただきまして、ありがとうございます。税理士法人ベジタックスというところで今代表しております、税理士の山中です。今日はよろしくお願いします。とても緊張してます。あ、いえいえ、もう大丈夫ですね。素晴らしいコメント、ありがとうございます。ではそんな山中さんをティーアップする、番組であるんですが、今日はですね、この山中さんのお仕事や税理士についてもう熱く強く語っていただきたいなと思います。っていうのはですね、今5月の20日、はい、3月決算だともうそろそろ税務申告が待ち構えている時期なんですよね。ひょっとしたらまだ終わってないっていう方がいらっしゃれば、ぜひともね、山中さんに、まあ今年は無理でも来年以降ね、お問い合わせいただいてもいいかと思っておりますので、その山中さんの訴訟を今日語っていただきたいというふうに思います。はい。そしたらまずじゃあ簡単に自己紹介の方からお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。改めまして、税理士の山中と申します。東京で活動しておりまして、今税理士法人を、やっております。都内2カ所ですね。で、事務所構えて税理士法人をやっております。税理士業界は今21年目。でも、元々大学院まで行って卒業してからずっともうずっと税理士一筋でやってきております。はい。はいはい、で、まあ、趣味はですね、プロ野球観戦とプロレス観戦。お、背後にあります。こちらです。プロレスは夢見る、プロレスは夢見る税理士みたいな感じで、はい、YouTube なんかもやっておりました。当初は税務の話とかしてたんですけども、はいはい、全然再生回数伸びてくるんですね。最近プロレスの話ばっかしてたらば、なんか違ったファンがまたファン層が増えて、へファンマーケティングって面白いななんて、はい、そんなことをやっている、ちょっとユニークな税理士かもしれませんけど、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今、なんかすごく面白いことを聞かせていただいたような気がしまして、はい、税理士さんって世の中結構たくさんいらっしゃる中で、うん、やっぱりこう、目立つのってとても大事かと思いまして、はい、プロレス税理士っていう肩書きは合ってますか、うん、あ、そうですね。プロレスラーを夢見る税理士っていうタイプで、YouTube やらせていただいてます。なるほど、なるほど、なるほど、はい。なるほど。そういうところからね、やっぱりこう、着目するってとても大事ですよね。うん、そうですね。はい、なるほど、なるほど。なんかね、そのプロレスだった野球ネタ、にしたいなって思うんですけども、はい、うん、それまた、どこかの番組で、またね、はい、熱く語っていただくとして、はい、ではね、税理士のところに特化していきたいなと思います。はい、自己紹介ありがとうございます。はい。はい、東京で2つやってらっしゃる、すごいですね。東京どちらになるんですか？はい、東京はですね、世田谷区というところで、自由が丘というところで、どちらかというと、少しこう、閑静な住宅街とか、おしゃれな街並みのところで、もともと開業しまして、はい。で、開業して、はい、9年経ったところで、はい、まあ、2店舗目か、神楽坂オフィスって言って、東京の都心部ですね、飯田橋とか神楽坂とか、ちょっと神楽坂って例えばね、昔ながらの料亭があったりとか、はい。はい。はい。はい、石畳のそういう街並みがあったりとか。ああ、そうですよね。はい。で、あとは、まあ、で、そばがその飯田橋っていうと、こちらはまた一点もビジネス街になって、はい。なるほど、っていうようなところ。なるほど、そういうちょっと、そういう奥ゆかしい、ね、部分もあって、またビジネス街もあってっていう、そんなところで今、2店舗目を構えて、はい、そうなんですね。2会社でやっております。東京マラソンのコースにもなってるところですか、確か。あ、東京マラソンのコースになってるかな、なんか、なんか東京コースマラソンなのかな、ね、なんかその、はい、外堀通りは走りますね。そうですよね。はい、そうです。実はこのね、もう今終わっちゃいましたけども、はい、そばの市ヶ谷とかね、飯田橋とか、こう、お堀のところで、こう、桜がすごい、毎年4月、3月、4月の季節いいね、綺麗な季節ですね。はい、そうですよね。いや、実は私、その近くで働いたことあるので、その花見の季節でスタンバイしてたんですよ。はい。社長から行ってこいって言われて。はい、懐かしい思い出ですね。それ僕も社長かな、はい。はい、結構ね、あとでちょっとネタにするかと思うんですが、はい、そういった共通点が実は山根さんと私はございまして、そうですね、はい。はい。そういった形での、まあ、話もまた盛り上がるかと思うんですけども、ですね、はい、はい。じゃあ、まずその税理士になろうと思ったきっかけを、なんか聞かせていただきたいなと思うんですが、はい、ありがとうございます、はい。まずは私の家族、生い立ちというか、いうところにやっぱりルーツがあるのかなと思うんですけれども、はいはい、私の、母親がですね、こう、はい、父親が税理士やっておりまして、はい、でただ、よくある、なんでしょう、税理士事務所があって、そこを継いで2代目とか3代目ではなくて、父親はこう勤務税理士、だからもともと学生時代からお世話になってた、
兄弟子じゃないけども、はい、そんな方があの事務所を立ち上げたので、ずっともう番頭でずっと入ってたよ。そんな形でやっておりまして、で一方、母親がですね、このあのまあ、商店街でこう、傘屋さん。洋傘販売ですね。洋傘販売。昔はね、こう商店街に帽子屋さんがあって、靴屋さんがあって、ね、傘屋ところが大きいショーウィンドウにこうパラソルがいるわけみたいな。ああいうところ の商店街の傘屋で育ちまして、はい、あ、そうだったんですね。もう本当もう、あきんどの息子ですね。なので、こうなんでしょう、あの、学校から帰ってくると、まずお店に帰ってきて、はい、なるほどで、ランドセルをこう投げ捨てて公園遊びに行くみたいな。ちょっとあなたの留守番してなさいよみたいな、これ店番やってるとお客さん来たよみたいなね、そんなところから、はい、やってましたので、そういったところを言うと、なんかね、やっぱりあの、はい、まあ、多くあるこう、ね、ご両親サラリーマンでとか、いうような感じではなくて、あの、比較的やっぱりこう、身近なところに商売とかっていうのが、はい、あの、密接にあったところから育ってるっていうのが、やっぱり元のルーツかなっていう、はい。ああ、そうだったんですね。はい、なるほど、なるほど。あとはですね、で実はその、母親があのずっと傘やってたんですけども、もともとはその母の父とか祖父ですね、はい、がもともと傘屋をずっとやっておりまして、はいはい、でこれも後から聞いた話なんですが、はい、やっぱりあの祖父も戦前、戦中とか、もうずっと傘屋やってたんですけども、やっぱりあの戦後 の, あ の,、ね、あのバタバタして、昭和20年とか30年とかっていう頃に、傘屋、はいはい、をやってたんですけども、当時、いろいろね、推計課税、帳簿もしっかりしないところで、税務署がもう来て、まあ、このぐらい利益あるから、このぐらい税金かけろみたいな、なるほどかけるぞみたいな感じで、結構苦しめられたみたいなして、うちの祖父が。あ、そうだったんですね。うん、で、その時にですね、当時 の, その税務署 の, あの職員だった方、まあ、あのうちの傘屋を担当してた、はい、担当っていう綺麗なもんじゃないですよね、はい、調査官だと思うんですけども、はいはい、の方が、あ、ここの山中さん、あの俺ちょっと担当してたから、ちょっと、あの、面倒見ますよみたいな感じで、そうなんですね、まあ、今の公務員倫理規定だったらどうかわかんないんですけど、ああ、そうですね。税務署終わってから、こう、うちに来てなんかいろいろ指導とかをやっててくれたみたいな。で結局、その後もですね、なので、その方がずっと現役時代もいろいろ面倒見てもらって、あ、そうだったんですか。で、お辞めになられてから、税理士になられてからもずっと、その先生に、うちの笠谷をずっと税務顧問やって。あ、そうなんですか。はい、ああ、古き良き時代なのかもしれないですね。で、いうの出会ってから、うちの祖父が多分すごく税金とか税務署とかっていうものに、すごい怯えててというか、っていう話は、あの、母親から聞いたことがあったんです。なるほど、なるほど、なるほど。なので、その時すごい助けられた。税理士さんっていうのにすごい助けられた。あ、っていうのと、まあ、そこと、うちのね、その、はいはい、娘になりますよね、うちの母親が。はい。はい、の、ね、はい、パートナーとして、はい、税理士と結婚したっていうのも、やっぱりなんかこう、ルーツとして何か祖父のね、本当に苦しいところを助けてもらった税理士にっていうのがあるのかななんて。なので、私の中で言うと、本当に皆さんで言うとね、はい、あんまり税理士さんって、はい、身近じゃない仕事だと思うんですけども、はい、実はすごく身近な仕事でして、はい、ああ、そうですね。やっぱり実の父がそうですし、はい、実の祖父が助けられた。はい、ああ、いいお話ですね。ヒーローですね。よくね、こう、ね、時代劇に出てくる最後をね、守るという。あ、ですね、まあちょっと例えがいいのかわからないですけども、いや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 、そういうのってやっぱ税理士さんありますよね。ありますね。こう皆さんよくね、税理先生のおかげでっていう表現をよく私も聞くんですけども、はい、片や会計士って言われないんですよ。会計士ちょっとめんどくさいとかね。そうですよね、はい、そういうね、不思議な、こともあったりとか、はい、ああ、そこで、じゃあ、きっかけで税理士に。税理士になって、はい、はい、まあ。今のはこれ、実はちょっといろいろ後から、ね、肉付けしたいろんなエピソードではあるんですけども、あ、そうそう、本当の原体験は、はい、その、あの、うちの父親が変だし、全部帳簿まとめて、はい、で、あの、うちの父親別に申告書、そのまま申告できるんですけども、あ、やっぱりこう、あの、祖父から、はい、のお世話になってるから、で最後 の, その税務申告はその先生にお願いしようっていうところで、うちの父が全部作った1年分の帳面をですね、その先生が取りに来るんですけども、はいはい、その先生が取りに来た日だけ、うちの食卓にね、見たこともないのごちそうが並ぶんですよ。はい、で、その先生がこう、なんか見たことないもん、美味しいもん食べて、はいはいはい、2時間ぐらい食事して、はい、最後なんかもう顔ばっかりと酔っ払いながらその書類持って帰るの見てて、あの人大丈夫なのかなっていうのが本当の僕の原体験です。税理士さんが来るとなんか美味しいものが並んで、お酒飲んで酔っ払って帰る。まあ、今じゃあんまり言えない話だから。どんな仕事なのかなーなんて思ってましたけど。でも、後からいろいろ、はい、母だったり父だったり。ああ、もう祖父はね、もう僕幼稚園の頃にも亡くなってしまったので、直接祖父からそういう話を聞いた記憶はないんですけれども、はい、後から聞いてみると、
やっぱりその、あの先生は、ただの酔っ払いのおじいちゃんじゃなかったんだ。そういう、うちの祖父の本当も恩人みたいな方だったんだっていうところから、よりもそれがもう知ったのが中学生とか高校生とか、やっぱりこれから進路どうしようかなと思ったときに、はい、そういう思いがありましたので。ああ、そうなりたいってなりますよね。ちょっと、僕の中でいい美談の方にもエピソードでやってます。ああ、全然、はい、やっておりました。じゃあ、そっちからじゃあ、勉強を始められて、はい。じゃあ、結構、順中満帆にこう合格されたって感じですか？それとも、なんかいろいろ、そうですね。一緒だったりされるんですか？はい。まあ、もともと高校から、付属高校で大学入ったんですけども、大学の、はい、学部を選ぶところから、あ、ここでも税理士目指そうというところで、はい、で大学に入りまして、はい、でただですね、はい、私、この、プロレスラーを夢見る税理士なので、はい、ずっと中学の終わりから柔道をやっておりまして、はい、大学もですね、ずっと体育会でずっと柔道をやっておりましてですね、そうです、一応今、高道館中の三段を持ってるんですけども、あら、はい、そうですか。なので、うちの父親は、こいついつになったら税理士受験始めるんだと思いながらやっていたと思うんですけど、まあ、実際はその4年間ほぼ、柔道をやりきって、で、その後大学院に進学をしまして、はい、なるほど、大学院で。そこの2年間で、はい、まあ、大学院通いながらダブルスクールで、技学校、専門学校を通いながら、はい。で、その子で取って卒業した、はい、大学院卒業してその年に合格したので、はい、結果的には24歳ですね、はい、の時に税理士試験を合格、全部試験合格しましたので、それで言うとすごく順調だった。比較的早い方ですよね。早いですね。そうか、働きながら受かる試験ですとか言って、ね、はい、そう、伊藤さんも気になられたことあると思うんですけど、はいはい、とはいえ、5科目受かんなくちゃいけないんで、1年1科目で5年で受かるのもすごい早いペースだっていう。大体皆さん、7、8年かかってるとか、10年かかってるという中では、はい、まあ、本当大学院にもちょっと進学することができて、はい、本当最短ルートで試験勉強を終えられたのが、やっぱり今の自分の、はい、実力かなと思ってます。じゃあ、その合格されて、すぐ独立されたっていうわけではない。あ、ではないですね。あ、今回じゃあ、はい、10年間、修行の方させていただきまして、はい、はい、あ、そうだったんですね。東京の大田区の方にあります、会計事務所で修行させていただきました。はい、あ、そうだったんですね。その10年間で何か面白いエピソードがあったりされるんですか？はい、面白いエピソード、そうですね。はい、あ、まあ、本当にいろいろなことを学ばせてもらえる、まあ、代表が公認会計士の先生だったので、あ、はいはいはい、上場企業のグループ会社の連結決算もあれば、うん、あ、そうですね、信託銀行系列で相続案件もあれば、あ、なるほど、あ、そう、不動産会社の顧問もやってたので、いろいろこう売ったかったの譲渡の進行だとか、ね、そういうのもあれば、はい、でもちろん場所が大田区になって、こう、はい、ま、町工場とかね、そういうところの中小企業もありながら、いろいろやらせてもらえるところで、その中で私はどちらかというと、その町の中小企業だとか、はい、あとはそういった相続のお客さんとか、大専門に、はい、やらさせていただいたんでしたので、まあ、いろんなね、中小企業の税務調査とかもたくさんやってきましたし、税務調査対応とかも。なるほど。はい、あ、ね、申告書作る以外にも、そういった調査の対応もあったりとか。ね、ああ、なるほど。最近は多分、もう独立からほとんど調査対応ないですけど、当時は本当ね、急に、社長が朝起きたら家に税務署が来てたとかって。ああ、ちょっと、すぐ飛んでったりとかですね。よくある、そのテレビドラマのような世界が。よくあるわけですね。特に現金商売、飲食店とか、パチンコ店とかっていうと、そこをすごい抑えないといけない。そうですよね。そういうような、とかの対応とかやってました、ね。なるほど。ああ、じゃあその10年間、すごい濃い、すごい時期だった形なんですね。はい、ちょっと今の話の中で、こう、JDC さん、まあ何でもできると思うんですけども、はい、その中でも、その、まあ会社の税金だったり、個人の税金だったり、あとお亡くなりになった方の税金とかあると思うんですけど、はい、そのお亡くなりになった方の税金も、その修行時代に、すごい学ばれたってイメージがあるんですけど、あ、はい。はい、そうですね。はい、はい、そう、まさに、あ、そうじゃない、いろいろ、今でもそうなんですよ。信託銀行さんとか、はい、はい、とのタイアップがありましたので、信託銀行さんというのはね、生前にこう遺言を書いてもらって、それをお預かりして、はい、はい、で、実際に相続発生、お亡くなった後にその遺言を実行していくみたいな。はい、はい、そう。っていう中で、はい、必ずそこで相続税の申告って、これ僕らの独占業務なんで、ああ、なるほど。そこのところだけ、はい、我々がお手伝いするみたいな。そういうような感じの、で、いろんなその信託銀行の窓口とか私もやらさせていただきまして、なんて年間5、60件ぐらいの担当をやりながら、そうなんですか。その中でこう自分自身も進行しながら、他の方にもやってます。あ、なるほど。はい、という形でやっておりますなので、まあ、実際35歳で独立したときに、はいはい、はい、うん、自分を棚卸ししてみて、はい、何を売りにしようかなと思ったときに、はい、はい、はい、で、ね、何でもできますよりかは、
やっぱり他の税理士が経験してないようなものを言ったときに、やっぱりこういった相続だとか、はい、そうですね。そういうのが売りになるなと思って、で、一応今でもやっぱ相続専門の税理士です。ああ、はい、なるほど、なるほど。プロレス好きの税理士だと思いきや、実は相続が得意な税理士。そうなんです。リスナー方、とても大事ですよ。あ、そうです。相続が得意な、強い税理士さん。税理士。はい。じゃあ、その修行時代のその10年間で得たエッセンスを独立の時に、こう、アピール、まあ、差別化ですよね。そうですね。はい、ああ、なるほど。じゃあ、今もやっぱそう、まあ、冒頭ね、話もあったと思うんですけど、まあ、相続も、まあ、されながら、あ、他の、例えば法人の申告とか、まあ、個人の申告とかも、うん、まあ、一応、まんべんなく今できてた手が、あ、取れてるって感じなんですか？そうですね。私自身の強みは本当に相続のところが、私自身の強みでして、はい、はい。で、一方、やっぱその法人のお客様に関しましては、今もね、こう、はい、コロナからの、こう、アフターコロナの中で、はい、まあ、上場企業は皆さん最高益出してますけども、中小企業はまだまだこれからだよと。いう中で、うん、ね、伊藤さんとのつながりがあったね、そういろいろ、ちょっと、はい、毎月、巡回監査をして、はい、毎月、決算を組んでいくという、はい、そういう実直なスタイルで、黒字化を図っていくっていうことで、はい、弊社でまだね、黒字化が全社の今、6割ぐらいかな。まあ、全国平均とかね、今、30% 後半なので、はいはいはい。まあ、高いことと思うんですけども、やっぱり周りの同じ動きやってる税士で言うと、やっぱり黒字企業が約8割とかね、そういう税士仲間もいるので、やっぱりこの黒字化支援、なるほどなるほど、黒字化するお手伝いをしていくよっていうのを、これはもっとうちの強みにしていきたい。はい、だからそのためには、毎月しっかりと会計帳簿を確認してチェックするという、毎月の決算、ね、巡回監査っていうんですかね、はい、言葉で言うと、はい、がとても大事ということですね。知らんさい。あー、なるほどなるほど。今そういったね、税理士の先生に対しても全国の、はい、そういった指導もされていらっしゃいますよね。あ、今そうなんです。ね、はい、主に東京エリア の、はい、これから開業していく先生とかにも指導してますし、はい、全国的にもそういう活動をやっております。そうですよね。実は私もその会社に実は社会人入って、7年ぐらいか、実はいたんですよ。はい、そうなんですよね。そうなんです、そうなんです。なので、その辺の話を実は、はい、山さんともすごく盛り上がってて、うんうん、また、今はね、会長なのかな、まあ、当時、私、社長なんですけど、そうですよね。はい、結構、その、先代から、有名な方が築き上げて、まあ、息子さんが継いだんですけど、はい、いやー、いかんせん、顔も体も大きいんですよね。そうですね、今、名誉会長ですけどね。はい。何歳か忘れちゃいました。もう、その世代で、そんだけ、私、実は身長180ならあるんですけど、はい。その、まあ、当時は社長だ、社長と呼ばせてもらうんですけど、うん、いやー、190センチぐらいあったんですよ。そうですよね。はい。いやー、もう目の前だったら山でしたね。はい。大柄ですよ。で、声もでかいし、手もでかいし、はい、はい。で、社長だから怖いじゃないですか。耳も大きいしね。ねえ、そうですね。その人がもう行ってこいって言われたらね、もう、はぁーっとね、怯えながら、まあ、私はまだそこまでの立場じゃなかったんですけど、私の上司の方とかはもう、ひたすらのその社長のご機嫌としてた印象が、あ、これ放送してんのかってあれかもしれないけど、あ、なんかね、あ、まあでも、ね、思いはね、やっぱりすごくね、強い方で、こう、しっかり毎月見なきゃいけないよと、黒字するためには、やっぱりこう、税理士さんがしっかりと指導しなきゃダメだよっていう、コンピューターソフトをね、こう、開発されたんですよね、あの方がね。そうですね。はい。こう、毎月こう、監査がしっかりできるような、ソフトを開発して、よりね、普及ね、提案をさせてっていう功績は、やっぱすごいですよね。はい。はい。はい。そういったこのシステムの、まあ、支援とかも山中さんやってらっしゃるんですか？今やっております。はい。ああ。僕の今、本当にね、お客様も DX 化が進んでる中で、最近は本当にそういうシステムの支援が多いですね。ああ。もう昔ながらのね、こう、ポチ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 入力するんじゃなくて。ああ、はい、なるほど、なるほど、なるほど。そうです。ほとんどの会計も自動化なんで。ああ、全部も自動取り込みですね。伝票を書いて、なんか複写式になってとかいう、もうそんなのはもう、ね、もう化石ですね。今は。そうですね。はい。ああ、そっか、今ね、こう、会計ソフトを入れて、ペーパーレスとなってるから、うんね、それにも対応しなきゃいけないと。うん、そうです、ね。ああ、じゃあそういった DX 支援も、はい、力入れていらっしゃると。はい。ああ、リスナー方、ここポイントですよ。沖縄の方でも、東京人さんと関われるっていうところができるわけですね。うん、はい。あ、もう日本全国ずつぐらいだ。そうですね。相手は世界もっていう。うん、本当に国ごともできますからね。そうですよね。はい、そういう世の中になりましたしね。ありますね。はい、ああ、なるほど、なるほど。いやー、ね、聞いていただいた方は全然ね、もちろん地元の税理士さんでもいいとは思うんですけど、うん、もうプロレス好き、野球好きの方はね、やっぱり、そういったね、税務の以外の話で盛り上がりたいと、ね、はい、思いますので、そうですね。そういうところでね、山中さんに、ね、こう、お問い合わせいただけると、きっと、もし話がもっと聞けるのかなと、はい、思うんですけども。楽しみです。ああ、そうですか、そうですか。じゃあもういろんな、そのね、二つの拠点も構え、同業の方の、まあ、アドバイスをしたりとか、はい、うん、そんな山田さん、もう休むときないんじゃないですか？
そうですね。はい。はい。でも最近なるべくね、休む時を作るように、はい、はしております。あと気分転換したりとかね。はい。そうなんですね。睡眠時間をよく取るように最近はしております。あ、そうなんですね。はい。よくね、そのね、ご出張もされたりとかね。ああ、そうですね。よく見かけたりしますけど、じゃあそこもしっかりオンとオフは分けて。分けて、そうです。ああ。やっぱりいろんな方とお会いして、いろんな方のお話聞く。はい。もうそれ自身がもう自分にとってもいろんなアイデアにもなりますし、新しい発見にもなりますし。はい。そういう時間をどんどん増やしていきたいなって。はい。なるほど。そういうのができるのがやっぱり JA 事業の強みってなんでしょうかね。ですね。でもそれはいろいろインプットして、それまたアウトプットすることでお客さんにもいろいろ情報提供になるし。確かに確かに。そういう存在でありたいなというふうに思っていますね。はい、中小企業の経営者と、こう、膝を突き合わせて話せる仕事が、まあ、税理士さんなんでしょうね。はい、まあ、よくね、銀行の方とかね、リース会社の方とかいると思うんですけど、うん、やっぱこう最終的に皆さん申告はしなきゃいけないから、はい、まあそこでまあ個人の申告もあったりするから、うん、あと個人情報も全部分かっちゃうから、はい、あの、まあ、全部をこう、あからさまにして、話せる唯一の存在が税理士なんでしょう、ね。はい。やはりその情報をね、あの、お客様からご提供いただいているからこそ、税理士がやらないといけないと思うんです。ああ、確かに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 。それだけのポジションになっていると思うので、はい。ここはちょっと僕が多分、今日お話しするどういうふうな方向性にしたいのかなっていうようなことにもつながってくるのかなと。ああ、なるほど。今、いい流れできたので、はい、この山中さん、今後の狙いというか、はい、まあ、税事業がどう変えていきたいとかあると思うんですけど、その辺のなんかあの思いとかを、もしお話しいただけるとありがたいなと思うんですけど。そうですね。はい。はい、もう、去年ぐらいからずっと私言ってるのが、あの、税理士の地位向上っていうですね。あ、というのは、それをあの、スローガンに掲げておりまして、はい。はい。はい、それは内部に対しても外部に対してなんですけども、はい、何かと言いますと、外部、例えば中小企業の社長さんとか、はい。あるいは例えば相続で困りの方とかに対して、税理士っていうのはこれだけ皆様、あなたのお役に立てるんですよと。はい。社長さん、税理士さんって、ただただその決算書相談されたことに対して答えて決算書を作ってるだけじゃないんだよと、ちゃんと会社がそういう進むべき道をしっかりこういう数字経営指標ということにしっかり伴走しながら会社の進む道を一緒に共に進んでいく、そういう大事な存在なんだよっていうことを中小企業の社長にも知ってほしいですし、そういったような相続なんかまさにあの相続 あのお困りごとのナンバーワンって誰に相談したらいいか分かんないってやつなんですね。相続そうですよね。そういった時に税理士に相談すれば税金の話はもちろん関係するようないろいろ不動産とか、ね、ホームだとかそういったところも全部連携取れる、本当に頼りになる存在なんだよっていうのを、そう、より多くの方に知っていただきたい。先ほどお話ありました、はい、そのね、そういう TKC の話なんですけども、やっぱり今 その会長がおっしゃってるのは、そう、はい、税理士っていうのは、はい、その人にとって身近な税理士、はい、その先にあなたを見ていますよ。なるほど、なるほど。いうところの話なので、はい、いくら私がこういった活動をしてこなかったところで、はい、もしかするとそのお客様の身近にいる税理士さんが、はいはい、ちょっとそんなにそのお客さんにとっていいサービスしてなければ、はい、僕が例えば名刺を渡したりとか自己紹介しても、はい、あ、税理士さんね。そういうリアクション聞くと、あ、なんかこの方の、この方の周りの税理士さん、いいサービスしてないのかなとかって、すると、うん。ってなってくると、やっぱり僕自身一人での活動だけじゃなくて、はいはいはい、あ、税理士さんなんですね。はい、そうか、すごいね。もう、役にね、いろいろもう、助けてくださいって、もらえるようにしていくためには、先ほどの外部に対してもそうですし、今度、内部に対しても、あ、土さんからもお話いただきました。はい、毎月しっかり、法人であれば、月次決算を組んでいくような、年に1回書類全部バサッと預かって決算書を組んでるようなね、そんなことをやるために税理士になったんですかっていう。ああ、そうですよね。本当に、だから、ね。いや、あったみたいな。っていうところを、今度、僕も今、いろんな税理士会の役員とかもやってるので、ああ、なるほど、なるほど。はい、そういったこともやっぱり、税理士、さっき言った内側の方です。はい、税理士に対してその仕事に今の仕事ライセンスに誇りを持って、はい、もっとお客様のために お役立ちになるようなことをやっていきましょうよと、はい、でそのためにはもう、ね、過去会計未来会計、はい、過去会計で後の前の数字を追っかけた決算書作成じゃなくて、はいはい、会社の一緒に未来の数字を作っていく、そうですね、はい、そういいますよ、コンサルトとか経営助言とかっていうような、はいはい、そういう領域の仕事をしていきましょうよって、あ、そうですね、となってくると世の中の税理士を見る目も変わってくるし、はいはいはい、そう、目指す人も増えてくると思うし、あ、税理士今、ね、減ってると言いますもんね。そうなんですよね、はいはいはい、というようなことを本当に去年ぐらいからずっとそれを言っておりまして、少しずつ私の周りにはそういう思いを持った税理士が広がってきてるんで、はい、ああ、そうですよね、やっぱそういう人集まりますからね、そうですね、はい、あ、な
で、その、それ、はい、私のこういった活動に、ご理解いただいたお客様がまたご紹介いただいてって、ちょっと広がってくれば。そうですね。いい回転になりますよね。うん。きっとね、日本の中小企業もっと元気になると思いますし。ああ、と思いますね。そうそういうような思いを持って、はい、そういう方向性になればなって思います。ああ、いやー、でも、リスナーの方に語っていると思いきや、こう私に対する指導もあるかなって今思いまして、ちょっと見せてこういうのを、こう、手筋を凍るような思いがありますけど、そうそうでも、とても大事なことですからね。そうですね。やっぱりね、なったからには、やっぱりこうね、JA としての本来あるべきね、こう、職分っていうんですかね、そこはやっぱりやっていきたいですよね。はい。やっていきたいですね。はい。なるほど。そんなね、いい話を聞かせていただいて、大変恐縮なんですけど、あっという間時間がね、過ぎちゃうんですよね。そうですか。そう、早いんですよ。まあ、またね、いろいろ聞きたいことは、また次回の、またバイブにご視聴させていただいて、はい。はい。最後に一言だけ、もうこれだけ言いたいってことがあれば、最後、バシッと締めてもらいたいと思うんですけど、いかがですか？はい。はい。本当に税理士、ね、こういう仕事はお客様に喜んでもらって、お客様のためになって、本当初めてそれが、我々もその資格を持っている価値があると思っておりますので、本当にそういった、税金のお悩みのことだとか、私でもいいですし、身近な税理士さんとご相談いただいて、はい。そういった、お悩みことは早く解決して、知らないっていうのは損ですので、そうですね、はい。税金知らないっていうのは損ですので、はい。いろいろ相談いただいて、そういったお悩みを払拭していただければというふうに思っております。今日は貴重な機会いただきまして、ありがとうございました。いや、熱い思いを語っていただきありがとうございました。動画では、山中先生の事務所のホームページで載せておきますので、ぜひとも、ね、皆さんお問い合わせの方お願いします。はい。今日は、お知らせから来ていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は山中先生に、熱い、思いを語っていただいた番組になりました。皆様、お問い合わせの方、よろしくお願いします。では、皆さん、ごきげんよう。はい。では、